暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手のなるこです。株&のサービス内容が政治告知されたので見てみよう。またですか。新規事業に厳しすぎですよ。株&でユーザーに配る予定の株は6億株、1株は5円だという見積もりなので、その通りに進んだとして30億円分の株を配ることになる。ちなみに30億株は前澤さんたちが持ってて、配られるのは全体の 16.7% に過ぎない。株&はただの代理店中抜き事業者だ。全てのサービスはどこかと契約してやってもらってるだけだ。還元率はサービスごとで違うから、キリがいいところで平均 3% とする。この場合1000億円の売り上げが必要ということになる。ここで言う売り上げは株&の売り上げではなく、ユーザーが各サービスに支払った金額ですね。当然 CM などもしているし、運営コストもあるだろうし。運営コストのうち人件費を考えても、株&の社員は平均年収1000万円ですね。収益を全額還元する必要などないので、株&は配る以外にも代理店事業から収益を得ているだろう。これもすごく甘く見て6から10% くらいと見ようか。売上からどれくらい還元するか、ビジネスモデルは不明ですが、まあ最大で 50%、 600円もらって300円還元を超えることはさすがにないと見てる感じですかね。実際に上場できたとする。予定通り1株5円になったとする。株&ユーザーは得たポイント、種類株が現金化、普通株化できるようになる。還元率 3% だ、やったね。リスクを背負ったからこの還元率が得られたんだ。悪くないんじゃないですかね。第1期の配布株を配り終えていた場合、前澤さん側は1000億円の売り上げを各社に提供し、その代理店中抜き売り上げとして30億から70億円をすでに得ている。ボロ儲けだ、やったね。さらに上昇して1株5円になると、前澤さんたちは30億株 ×5 円で150億円を得る。株からの150億円と代理店としての30から70億、180から220億円を何も生み出さずに代理店事業でボロ儲け。すげえ前澤さん、すげえ。何も生み出さないに対するヘイトが強い。次に1株が2倍の10円になった時を計算してみよう。株&のシステムでそんなことがあるとしたら、それは第1回配布時点で上場が決まってるような大成功の時で計算する。株&は2025年4月に株価を再計算し配ると言っている。つまり株配布時には1株10円換算で配られる。うん？つまり仮に 10% 還元のモバイルで1万円使ったとする。時系列として縦に並べていきます。1000枚の株引き換え券をもらえる。この1000枚が何株になるかは2025年4月時点で再計算される。そこで最初から1株10円がついてたら、ユーザーは1000円分の株のままなんだ。ああ、いつ株を保有できるかが違うんですね。もちろん前澤さんたちは単純2倍になる。30から70億円の事業収益はそのままで、30億株が300億円になる。ボロ儲けだね。うおお、すげえ。まあ新規事業立ち上げってそういうことですから。それに5円相当で配った後で上場して10円の値段がつけば、ユーザーも儲かりますよね。そうだね。もちろん前澤さんたちの儲けも同じ。30から70億円の事業収益はそのままだし、30億株が300億円になるのもそのまま。やっぱりボロ儲けだね。うおお、すげえ。最後に上場できなかったまま解散するケースを考えよう。株は半分しか配られなかったとする。つまり500億円くらいの売り上げが発生。ユーザーはもらえるお金は0円だ。あなたの株は無価値になりました。残念。取引できない株ですからね。それに株ってそういうものですよ。前澤さんの株も無価値になるので0円。このリスクは前澤さんも同じですね。ただし前澤さんたちは事業収益で15億円から35億円くらいゲットできてるけどね。それまでの事業収入を返上する必要はないですからね。こうして整理すると、ユーザーにとって株&とは0円から 10% 還元をもらえるサービスだと思う。ふるさと納税はふるナビなど大手は 10% からが普通なので、株&で利用する人は少なそう。ウォーターサーバーも置く人少ないかな。がっつりと株&を利用しようとしても、電気、ガス、モバイル、光でしょうか。2人暮らしで計算するとこんな感じ。
年間28万円払って1万ポイントゲットです。還元率は 3% ですね。株&プラスに入れば還元率2倍で2万ポイントゲットですが、株&プラスの料金を差し引きして実質1万4000ポイント。還元率は 5% ですね。そこから株価が上がるかどうかなので、やっぱり0から 10% といったところかな。あとは期待値を出すなら上昇確率は、うん、このサービスだと僕は 10% もないんじゃないかなと思う。だから僕計算の期待値は 0.1 をかけて2年後に2020円、還元率期待値は最大でも 0.3% ってところかな。だから僕は株&使うのはバカだと思う。30から40倍に株価がなる。それは株&が得た収益を使って新事業を起こし、それが頂戴成功した場合にしか起こりえないよ。でも前澤さんは株&が成功してても新事業は別の会社で起こすと思うよ。株&の株価が30から40倍になるのはなぜか、株&催眠光線が日本中に照射されて、日本中の人が株&に乗り換えて、株&が日本最強の企業になるとかでもきついんじゃないかな。あと電気代とかは燃料費で他のサービスより高くなったり、例えばモバイルだともっと安いサービスがいくらでもあるね。さらに株&のサービスは2年縛りや3年縛りや5年縛りがあるので乗り換えられないというデメリットもあるね。やっぱり株&使うのはバカだと思う。そんなのだからアスナいないんですよ。こういうのは面白いサービスがねえじゃ入れるねって言っておけばいいんですよ。でも他のサービスより損するとしか思えないもん。